実践不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。今日はですね、塾生とのね会話で、まあなるほどなと思ったこととね、あ、そういう感覚で、ニュース見てるんだっていうことをね、ちょっと分かったので、ちょっと説明していきたいなと思います。これね、勘違いされてる方結構多いんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ本筋のところをね、私なんかでよく、私がねちょっとビシッとそこはちょっと話していきたいなと、私がビシッと話していきたいなと思います。今ね、国会で住宅ローンの返済を最長1年猶予しましょうという話になってますし、実際申請を出せば1年間は猶予が取れます。でですね、これはどういうことかと言いますと、もうあれですよね、コロナの影響です。コロナの影響で失業したり、まあ働けなくなったり、あと、まあ会社が潰れたりとかね、まあそういったことで住宅ローンを組んでる方が1年間まあ猶予がありますよということなんですけど、この文章を見たときにね、まあうちの塾生がね、1年間住宅ローンを返さなくていいんだ、それはまあいいねいう形で言ってたんですよね。でそれを聞いたときに、あ、ニュース多分最後まで見てないんだなというふうに思いました。この文章を確かにシンプルに見たときはね、例えば月々の返済が10万円してる方であったら、10万円の返済はいらないというふうにね捉えてしまいがちだと思うんですけど、答えは×なんですよ。答えは金利は払わないといけないんですよ。金利は支払う。つまり元金は変わらずに金利だけは払っていかないといけないよということなんですよね。このことがですね、理解してない方が意外といる。金利払わないといけないの？それ払わんといけないんですよ。金利払わないと返済してるっていう形にならないかららしいんですけど、まあ、金利を払うということは元金が減っていないということですから、シンプルに例えば1年猶予があるということは、あなた自身が1年間年を取るということですよ。うん。それがプラスと取るかマイナスと取るか。まあ、確実にマイナスでしょうね。結局返さないといけないものは返さないといけないんですけど、金利だけ払わないといけないっていうことなんですよね。うん。つまりですね、まあ、もっとシンプルに分かりやすく数字を出して考えると、100万円借りてると。で、金利が5万円だとしますよね。金利。この5万円、毎月返済してくださいねっていうことなんですよね。この元金の100万円は減らない。で、一切年を取るということです。これがね、国会で今度ね、2年延長しようかっていう話が今出ています。まあ、どうなるかはわかりませんけど、2年延長されば、まあ、シンプルに2歳年取るわけですよね。あなた自身が40代、50代、60代だったとして、去年より体が動けている自信ありますか？1年前より。2年前のあなたよりも仕事のパフォーマンスというのは上がってますか？20代とか30代前半の方であればですね、体は当然動くでしょう。根性を入れればなんとかなると思います。でもそれが40も後半になって50、60になった時、去年の自分を超えれる自信があるのかっていうと、なかなか厳しい。目も衰えてきますし、筋力も落ちてくる。思考する時間もね、だんだん短くなってくるし、疲れやすくなってくる中で、シンプルに1年間ローン期間が伸びただけなんですよ。もっと言えば金利の部分だけ上がったと思ってもらった方がいい。これはまあ一応救済処置としてまあ上がった案なんですけど、実際問題ね、まあ、住宅ローンを組まれている方にとっては、プラスどころがマイナスですよね。だから税外費でもね、やっぱりローンっていうのは返していかないといけないんだなっていうことはね、まあ、今回はこの、まあ、1年間猶予となった文章を見てね、シンプルに1年間返さなくていいんだと思うんじゃなく、金利は返さないといけないよっていう部分が紐付けられると、その部分っていうのは頭の中でパパッと出てこないといけないんですよ。まあ若い時の感覚で言えばね、今年よりも来年は良くなってる、来年より再来年は良くなってるっていう感覚はあると思いますけど、もうそれが40、50、60になってくると、なかなかそういった考えはできないと思いますので、本当にね、高い物件を買う、住宅、まあ高い物件を買いつかまされた人とかね、資産価値が下がった物件のローンを払ってる人っていうのは、やっぱりまだまだしんどい時代なんじゃないかなっていうふうに思います。今日はですね、住宅ローン返済最長1年猶予っていう文章をね、見たときに、金利は実は払わないといけないんだよということをね、まあお話しさせてもらっている動画です。まあそれが分かるだけでもね、世の中なかなかそんな甘くないんだなということが分かっていただけると思いますので、ぜひ参考になりましたら幸いです。以上です。ありがとうございました。
はい、実践不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。今日はね、ちょっと気づいたことを一つおまけ動画撮っていこうかなと思います。皆さんね、コンビニでね、まあカップラーメンとか買われたことあると思うんですけど、たまに期間限定でね、例えば、蒙古タンメン中本とかね、あと、日高屋とか六角亭とか言って、六角亭の味とかね、まあライライ亭とかね、時々カップ麺で期間限定でそのチェーン店かな、まあ、有名店の味を再現してるのがたまに出てくると思うんですね。で、私自身ね、まあセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、まあいろいろ行って、たまにラーメン好きなんでね、結構買ったりするんですけど、どれ一つとしてね、カップラーメン美味しいなと思ったことないんですよ。というかオリジナルの店に行ったことあってね、食べた味とかなりかけ離れてて美味しくないなと思うことがすごく多かったんです。そう思われてる方多いんじゃないですか。まあ本家本元、そのお店の味がね100だとしたら、まあそうだな、20、よく言って30ぐらいの味なのかなと。で、たまにね200円を超える300円400円ぐらいの、なんと言いますか、ラーメンとかもあるんですけど、それでもね、よく行って40点ぐらい、平均点にもいかないぐらいの味だったんですよ。でね、それから僕はコンビニでのその期間限定のラーメンをほとんど買わなくなりました。ところがですよ、ところが最近ね、技術の進歩はすごくなってると言いますかね、コロナ禍で、まあコロナの状態でね、巣ごもりが増えて外でラーメン食べれないので、そのお店の味を再現したと言いますか、そういったものが今盛んに出てましてね、まあ、その中に冷凍食品でね、温めるだけでそのお店の味が表現できるよっていうのがシリーズとしてあるんですよ。まあここにね、ネットで載せときますので、それらの味と言いますとね、まあその本家本元のお店に行った人の方でもね、まあ、まるっきり一緒じゃないですよ。麺とかやっぱりね、具材、ネギとかチャーシューとかそういうものはね、正直完全に再現はできてないと思うんですけど、スープ、だしはね、もうほぼお店と同じような味が楽しめるものがあるんですよ。まあ1個ね300円とかぐらいするんですけど、それでもね、店に行って食べるよりも当然安くコストレスで食べれますし、このコロナの時代ですから、まあそういう人気店は密にどうしてもなりがちですから、食べれるものがあるということで、私結構それをね10種類ぐらい買って、今夜食で食べたりとか、まあ時間が空いた時に時々楽しんで食べてます。まあなぜそういう商品が出てきたのかと言いますとね、まあいろんな理由があると思うんですけど、一つはコロナですよね。あとね、ラーメン屋さん、まあ名前言っちゃいますけど、例えば大手の有名な、まあ豚骨系の店、いろんなチェーン店があるんですけど、味がほとんど一緒。あれ理由がありましてね、昔皆さん豚骨屋さん、ラーメン屋さんね、豚骨ラーメンの店に行ったら、ものすごい豚骨の匂いしませんでした。豚骨って感じのね、もう要は骨っていう匂いがねすごいしてたと思うんですよ、白濁した豚骨のだしのね。ところが最近の豚骨屋さんどうですか、行ってみてもあまり匂いがしないと思いますね、豚骨独特の匂い。それは理由がありましてね、今セントラルキッチン化してるらしいんですよ、特に大手ですから、どの店に行っても味は一緒、ほとんど一緒でっていうのが作れてるらしいですね。要は一つのセンターでだし、まあ、スープを作ってね、それを各店舗に冷凍した状態で配ってるらしいんですよ。で、各お店は冷凍したそういった商品を、パウチをね、袋を開けて温めて、で麺は当然店で茹でてますから、麺を茹でて盛り付けて出してる、だから味はほとんど同じものが作れてるらしいんですけど、まあ、その結局延長ですよね。今僕が気に入って食べてる冷凍のねラーメン、すごく技術の進歩も出てきてると思うんですけど、
スープの原理原則だ、基本はね、やっぱり冷凍して今はセントラルキッチンがね作られてますから、味はほとんど同じぐらいのレベルまで来てますのでね、まあそういった意味で、まあちょっと夢がねない話かもしれませんけど、ラーメン好きの方でね、あまりこう出かけれないという方、まあいろいろシリーズで出てますので、リンク貼っときますので、ぜひねそれ使ってね、あの食べてもらったらね、満足度高いんじゃないでしょうか。まあ店に行くよりね半分以下の値段で食べれますし、まあまあまあ、 あの満足度は高いんじゃないかなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。